から受けたまわります。はい、お願いします。どうぞこちらで、はい、ありがとうございます。気をつけてください。はい、先にちょっと畳んでいただきますか。あ、そうですか。はい、わかりました。
はい、それがこの排水機場全部でポンプが4台ついているので全部動かすともう大体1秒ちょっとで小学校の分の1秒ちょっとで空っぽにできるぐらい。うわやば。でそれが洪水の時に毎秒のように毎秒ずっと排水して中川綾瀬川の洪水を防いでいるというのがこの排水機場大観水というものになります。じゃあ江戸川が洪水したのか。江戸川が洪水したらポンプは止めるんだけど江戸川ってやっぱ大きい川なので そんなに滅多にそういうふうなことにはならないっていうのと江戸川って水が溜まるまで結構洪水になってから時間がかかるんです、うん、でそれに対してこの中川綾瀬川っていうのって皆さん住んでる地域って比較的雨が降ったらすぐに水が溜まりやすいようになってしまって、うん、要は江戸川の水位が上がる前にこの中川綾瀬川の水を入っているのでなかなかまあそういういっぱいになったらかけないよっていうことはない。あ素晴らしい拍手が出ました。ありがとうございます。今完成する前はこうやって皆さんの住宅が使っていたのが完成後はお水がなくなったよってことで効果も出てるんですよ。素晴らしい、まあ、その効果とスケール感を体感していただければ。拍手が出ました。守り神守護神ありがとうございました。なんかめちゃくちゃ分かりやすいです。あざす。もしよろしかったら簡単に説明させていただきます。あすげえ。横浜